はい、モドバチャンネルです。代表の杉谷です。いつもご視聴ありがとうございます。今日も、3度目の登場になりますが、香川県丸亀市の、革小物のブランド、ヴィンテージリバイバルプロダクションズの塩田代表にお越しいただきました。一般の、発売が開始される長財布、コンパクト長財布のご紹介をしていきたいと思います。塩田さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ヴィンテージリバイバル塩田です。コンパクト長財布っていうのが、割と珍しいかなと、実は思うんですけれども、いかがな、そのあたりの開発の経緯というのをちょっと最初にお聞きしたいんです。そうですね。割とそのコンパクト財布っていうのが、だいたいその二つ折り財布がメインになっていて、まあ、ここ5年、6年ぐらいの間、かなりこう、たくさんの小さな財布ですかね。コンパクト財布って言われるものがたくさん、いろんなメーカーさんであるとか、まあ、ファクトリーだとか、まあ、小さな個人クラフトマンも含めてたくさん作られてきたんですけども、やっぱこうお財布って二つに分かれるじゃん。二つ折りか長財布か。で、やっぱお札を折りたくないっていう人もいるんですよね。うちもこう、二つ折りに関しては、2012年のエアウォレットから、何年だったかな、小さい縦使い財布、2020年ってあると思うんですけど、もう一つ、新たな二つ折りの小さい。やってるんですけど、やっぱりこうお店でこう来られた時に、あ、これ小さいねっていうふうに言われるんだけれども、でもね、やっぱお札は折りたくないんだよね。だからこう長財布の小さいのがあれば欲しいんだけどっていうのはもうたまにこうお店で言われる、店頭で言われることなんですけど、今のところまあ割とうちの長財布は小さめでは作ってるんですけども、今のそういう小さい縦使い財布だとか、割とこうできる限りコンパクトにっていうふうに小さくしたものはあんまりなくって、まあ、今回は、長財布でどれだけ小さくできるかなと。まあ、サイズ感のその大きさっていうものもあったんだけれども、やっぱり使い勝手が良くて、どこまで小さいかって、そのバランス感覚ですかね。で、できればその、そういうと、小さいのがいいって言われるのは大体男性とかの方が多いんですけど、できれば女性も持ってほしいなと、うん。男性も女性も持てる、極力小さくて、で、さらに使い勝手がいい。っていうのは、使い勝手がいいイコール、まあ、収納したものをさっと取り出せるとか、開けた時にすぐその場所が確認できるとか、そういうのを含めてトータル的に考えてデザインした財布です。ね、名前なんですけれども、これ一応、ロネオっていう名前で。はい。まあ、ちょっと不思議ですよ。そうですね。ロネオってなんでロネオなのかなと。これシンプルなんですけど、はい、これロネオっていうのは、ロングウォレットネオ。ああ。なるほど。長財布の新しい形を提案したいなと。で、そのネオっていう意味合いには、新しくできたんだけど、今後これがスタンダードになってほしいな。まあ、ネオクラシックとかいろいろネオ、ね、はい、ありますよね。改変したっていう意味もあるので、そういった意味では、これがそういう風になってほしいっていう意味も込めて、一応ロネオっていう名前にしたんですけど。9月の5日から一般販売を開始。はい、一般販売ということで。はい。ロネオの機能性についてご紹介いただきたいと思います。サイズ感。一万円札が基本になっているというふうに、僕もちょっと資料で読んだんですけども。ですけど、はい、一応これは一万円札のサイズで作ってるものです。はい、なので、これをお財布の上にこうちょっと乗せてしまうとですね、うん、これどうですか？ほぼぴったり。これどうですか？一万円札財布が隠れちゃう感じですね。そうなんですよ。で、実際のところは、まあ、この財布、サイズ感では、まあ、本当に、基本的に言うと、こう、1万円札、5000円札、1000円札っていう、その紙幣があって、まあ、それは必ず、おそらく、お財布には収納すると思うので、そうですね。一番大きいものが、この1万円札。はい。お札で一番大きいのが、日本で言うと1万円札ですね。このサイズ。はい。だこれが、もう本当に、もう、気持ちよいはあるんですけれども、もうほとんど、ドンピシャで入るサイズ感、ね、うん。これより小さくするっていうのは、これ1ミリなのか、その1ミリレベルで言えば、挑戦すればできるとは思うんですけども、
まあ、うちらとしても当然ながら、その、極力ピタピタではなくて、使いやすさに使える中で限界をっていう、だからここのニュアンスは、サイズ感だけで勝負を挑まれて、うちの財布は164ミリだっていうのが出てきた場合、そっちが小さいにはなるんですけど、まあそういうことは考えず、実際に使い勝手。使えるサイズで言うと、もうこれよりは小さくうちではできないなと思ってるサイズ感。はい。中を開けると、カードが6枚入る。このカードの入り方がまたちょっと特殊。そうですね。これ今のところその6枚入るっていう、カードの入れ方も一応そのスペースが一応5箇所あって、うん、はい、で、まあ、裏のところには2枚程度入るので、はい、1枚ずつ収納した場合だとこれ本当はポケット的には5個のポケットで、そうですね。フロント開けるとここに4つのポケット。まあ4つ入ってます。はい。で、これは余裕があるので、2枚ずつでもさせるということはもうすでにここに2枚を入れた場合には8枚収納ができる。はい。で、カードのことだけ言うと、まず財布って今やっぱり小銭とか紙幣とかあるんですけども、やっぱカードでっていう支払いすごく多くなってると思う、ね。そうですね。カードでピッと決済するのが増えてますよね。まあ、開けるとすぐによく使うカードが見えるっていうのは、まあこれ最も取り出せる、ね。重要視したところではあるんですよね、はい。このサイズ感とこの収納の4ポケットですけど、やっぱポイントとしては、うん、縦に段になってるのは普通のお財布でよくあると。あります。2段で、横2段の縦に3段とか2段だとか、はい。これの場合は、縦は2段、横も2段なんですけど、少しここに見えますかね。重なり。ちょっとこう重ねてるんですよね。この重なりに関しては、はい、要は1万円札サイズをぴったしにするっていうふうに決めた横サイズに合わせただけ、中央部分で重ねてる。はい。だから、ちゃんとそれを計算して作ったカード。うん、と、あともう一つは、その、背面側。はい。財布で言うと、この後ろ側の中側になるんですけれども、この後ろ側の中になるんですけど、はい、このお札が見えるところの、一番後ろ、ね。そこに隠しポケットというか、隠しカード入れがある。隠しポケットがあって。で、ここはまあ2枚程度とか、うん、まあ多分おそらくスペースも余裕あるので、多分おそらく3枚も入ってしまうんですけど、はい、背面に入れておけ。じゃあ、スイカとか入れてもピッとそれで。そうですね。スイカとかその辺あたりをこう入れていただくと、お財布でピッと。あまりに大きい財布だと出すのが大変なんですけど、そうなってくると、やっぱりそのスマホサイズっていうんですかね。はい。スマホよりちょっと大きいサイズ。それぐらいだとタッチもしやすいし、持ちやすいっていうのもあるんですけども。で、まあ、パッと開けてすぐにわかるように、ここにちょっと小銭が入ってます。はい、その小銭入れのね、これが完璧に開くのが、これが小銭入れって大きすぎるんですけど、まあ視認性や取りやすさを考えると、はい、開けてすぐに小銭、まあお金払う時にも多分おそらくほとんどの人が増えつつある小銭をなるべくこう、はい、支払いで使いながら小銭少なめで持ち歩きたい。これはもうこういうコンパクト財布を選ぶ方はもう絶対だと思うんですよね。はい。もうすぐに1000円出してお釣りで小銭をもらう、コインを、効果をもらうってことをやってるとすぐに小銭、スペースがいっぱいになってしまうの で、はい、で、まずは小銭でこう、ちゃんと切りのいい金額を払えるかどうかっていうのに対しての視認性はすごくいいなと。あとはまあ取り出しやすいんですよね。この小銭入れの表側、フロント側ですかね。ここになるんですけど、ここに仕切りがあって、ここにスペースが一つあります、はいはい、で。この部分には基本的には、レシートであったりとか、うん、ショップカード。まあ、この辺のメインの取り出しやすいところにはそういうクレジットカードである、はい。ちょっと仮置きしておくような感じですね。そうそうですね。で、このスペースは当然ながらその実際のそのプラスチックの、まあ、キャッシュカード類も入れられますし、そういうショップカードも入れられるし、うん、まあ、ちょっとさっとこう、もらったレシートを入れるっていうのは使いやすいかなと思いますね。お札のところに戻るんですけど、はい、このフロント部分、見えてる、このフロント、はい。このフロント部分とこの仕切りの部分。うん、これって実は繋がってるんですよ、うんうん。ここが一体になってるので、お財布をこう開けました。実際にはここの部分は、
ピタッとくっついてるっていうのが分かりますかね、開けた瞬間は。ちょっともう、抑えてる状態。もうちょっと、あの、画面の真ん中、センターに。あ、そうですね。はい。お札を押さえてる状態っていうんですか、ね、はい。この式ですけど、うんうん。はい。これが、これをこう、ぐっと開けることで、フロントと一体になってるんで、これ、わかりますかね、ああ。して、これ。お札の部分も空間が広がりますね。こっちを手前にギュッと開くと、ここにこれだけのスペースが出るんですよ。はいはい、そうですね。大きく開くんですけど、大きく開くと、ちょっと隙間が出るんですよ。はい。なので、これは、入れるときにもすごく、うん、入れやすい。入れるときにもすごく入れやすいんですよ、ね、うん。詰まってるわけではないんですよね。こう敷地があって無理やり入れたりすると、はい、かなり枚数が多い場合にはちょっと詰まるみたいになるんですけども、うん、その部分がこう大きく開くと。はい、当然ながら、まあ、ここのところでフロントと同じ革で、ここもちょっと強度を上げてるんですけど、はい、実際にこう指でやっても構わないんですし、もっと大きくってなったら、指でこう引っ張ることもできるんですけど、基本的に言うと少しの隙間っていう部分で言うと、大きく上げたらここに隙間が少し出るようになって、はい、取り出しやすくっていう設計にしてます。これで自然にこう開いた時に開くスペースっていうのはやっぱりこれぐらいのスペース。うん、ここにまあ街もあるので、うん、それ以上はこっち寄ってこないわけなんですけど、うん、当然横がつながっている仕切りではないので、はい、指をちょっと押さえてあげるともっと大きく。うん、その押さえるときにやっぱちょっとね。ここを十分開けられる。うん、でそのために、まあ軽量化もあるので、この仕切り自体も極力薄く作ってあるので、はい、ここにこれだけの革を当ててないと、うん、真ん中だけが V の字になって、うん、うん、開きにくいので、この幅、うん、ここをすることでちょっと台形というか、綺麗にこう、円弧に。そうですよね。だからこの財布、こう、中の構造を見ても割とシンプルに見えるんですけど、はい、すごくそういった部分で複雑になっていて、このカード、縦段と横段っていうずらし方っていう、ここももう衣装登録をされていて、で、この内部の今のここのメインの部分、ここら辺全部です。はい、ここも衣装、別衣装がかかっていて、このお財布に2つの衣装をかけています。すごいですね。あとはその、お札がきっちり入る横と底の部分の街についても、そうですね、ちょっとこう工夫があるんで、それもちょっとご説明いただきたいんですけど、ね、まあ、あのお札の出し入れってこう束でもらった時にスッと入れた時にサッと入るっていう部分で言うと、横に街がボックス型が絶対入れやすいのは間違いない。でもお財布でこういうふうに街を作ってるものってほぼないんですよ、こういう。でもそのクリアランスはずっと確保する。スペースを、うん。はい。で、それはもう全体のボリュームに支障が出ない程度の街ですかね。うん、約大体5ミリぐらい。で、感覚としてはやっぱりそのお財布はやっぱり一回り大きい、こう手持ちの中で携帯だとか、まあ、小銭入れは別で持つ人もいるんだけども、やっぱりちょっとこう、お財布はちょっと大きいイメージがあるじゃないですか、長財布ってなると。うん、常に持つのってみんな、まあお財布も持つ。あとスマートフォンもやっぱり手元にあるってなると、結局そのスマートフォンのところまでサイズ感どうにか近いところまでいけないかなっていうのが、これがちょっと大きいんですけど、これは MAX。はい。12 MAX だとか、今の iPhone MAX シリーズなんですけど。はい。これ、どうですか？ほぼほど同じですね。こういうふうにこう乗せてしまうと、はい、どうでしょう、乗せてこういうふうにこう持って歩くとどうでしょう。そうですね。持ちやすいですね。サイズ的にも本当にその、はい、MAX シリーズとあまり変わらないぐらいのサイズ感にもなって、常に持ち歩くものなので、はい、より快適にと、サイズ感もそうだし、使いやすくなってるかなっていう。だから、まあ収納するっていう意味合いで多分お財布ってできたはずなんだけど、でも実際に使うと、収納したらやはり出すのとしまうのとはもう一対になっているので、どちらもしやすくなってないといけないなと。そうですね。そういった意味ではすごくそのシンプルなんだけれども、使いやすい財布を目指して、うん、よりそれに近づいたかなっていうふうには思ってます。あの、今あの、このロネオの一つのこう正面から見た時の特徴かなと思うんですけれども、前に被ってくるところのフラップが、こう、
平たい V カットのような形になってるんですけども、どうしてこう、ストレートじゃなくて、少しちょっとこう、V になってるのかなっていうの、これは何か理由があるのかな、まあ、理由はあります。やはりそのストレートであることっていうのは、それストレートな、はい、この部分ですよね。ストレートの部分にした場合は、ちょっと危惧するところがあって、スナップボタン。これ、はい、まあ、一箇所なんですけど、スナップボタンを何個つけるのか。はい、この長さになってくると、端いっぱいストレートだとして、真ん中一個のスナップボタン。まあ、開け閉めが簡単な方がいいので、スナップボタンは一個がいいだろうってなった時に、まっすぐの直線でここの真ん中に一点だったとして、使っていくうちに両サイドは反り上がるであるとか、変形によって、やっぱりそれって、なりやすいんですよ。肩崩れを起こす、はい、でそれをしないためにはやっぱりここを頂点として、まあその部位もいろいろなので、もっと鋭角にもできるし、うん、本当の緩い感じだとか、ここを丸くもできるんですけど、はい、やっぱりここの部分を取れば取るほどやっぱり邪魔になってくるというか、めくれにつながるので、うん、まあ最初からこの形にしたいな。まあ封筒ですよね。はい、はい、はい。横型のサイズ感っていう。そうか、そうか、そうか。はい。で、当然ながらここの角の部分が、当然こう直線で引くとこれはもうとんがってしまうじゃないですか。何アールにしてどれぐらい丸めるのか、ここももっと丸めるのか。尖ってないんですよね、ここね。な、とか、尖ってはないです。ね。はい。ちょっとこう、いや、ちょっとだけです。ね。でも割とそのシャープめにしたいので、ここの角に関しても R は小さめだと思います。この辺は。ね、そうですね。もともとここはもう角度が緩いので、ちょっと丸めてあげるだけで全然、使う部分には問題ない。このロネオのなんか非常に個性になってるかなというのと、さりげないカーブですけどね。この形が全然珍しいわけではないんですけど、うん、この財布にはもうこの形かなっていうのは。そうですね。ちゃんと設計すると、ここまで来るんだな、なるんだなっていうのをね、改めて感じましたし、まあこういうのがまた評判よく、クラウドファンディングでも大成功したのかなというふうに思います。モノバの方では9月の9日から、このロネオの特集の展示をしますので、ぜひ、東京近郊の方は、ぜひ実物をですね、モノバに来てご覧いただければと思います。また、ロネオ以外にも、ヴィンテージリバイバルプロダクションさんの商品がたくさん見れますので、ぜひですね、いろいろ比較して、またご自身に合ったお財布、またカード入れ、いろいろ多数ありますので、ご覧いただければいいかなと思います。ということで、今日はロネオのご紹介でした。塩田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。